してやろう。何してんすか。腹筋だよ。いや、今です。はい、自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。サムライティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ゆうまです。吉坂です。こんにちは、です。よろしくお願いします。します。今日は何をする動画なんですか、これは。今日は一応検証企画をやらせていただこうと思ってます。私ね、テレビでね、なんかハングオーバーって言って、ビュッフェを好きなだけ食べて一番太れた方が優勝するみたいな大会が。実際それって結構やっぱ増えるもんなんですか。いやー、どうなんだろう。水飲んだりとか食べるものだったりとか、それによって全然変わっちゃうだろうけど、男性か女性かでも違うと思うし。例えば10キロのものを食べたとして、じゃあ体重がそのまま10キロ増えるのかって言ったら、まあ、そうじゃないじゃないですか。ということで今回検証企画をやっていきたいと思うんですけれども、ちなみにゲストの方は、何そのニヒルな笑みは。高いよ今日、今回高いか。高い。ちょっと心してプラス紹介させていただきますね。今回のゲストはこちらの方でーす。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。今回のゲストはエビマヨさんです。はい、皆さんこんにちは、エビマヨです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回ちょっと企画、先ほどちょっと話させていただいたんですけど、実際体重とかって公表されてたりとかしないですよね。なんかもう一番左はもうモザイクでしょ。一番左だけ。ええ、じゃあいいじゃん。俺の体重だったら俺がこうやって乗っかって、エビマヨちゃんこうやって抱っこして上がったら別に。そう、俺も体重の方になると若干まあデリカシーの話もなってくると思うので、侍の方からデカ盛りを提供させていただくので、それを実食いただいて、どれくらい差額が生まれるのかっていうのをちょっと検証させていただきたいと思います。はい、はい、ちなみに今回何を作るんですか。パスタです。時間制限と量をしっかり指定させていただいてます。制限時間が50分、総重量が5キロ。そもそもパスタのデカ盛り食べたことあります。食べたことないです。鈴木さんもパスタ苦手なの。7キロパスタとかで結構食べれないことあって、60分勝負とかで。パスタって大食いの中で結構難しい食材っていうのがあって、さらにデカ盛りもちょっと伸びたりとかもするし、厳しい戦いになると思うけど、一度体験しといてもらった方が今後の経験になるのかなと思って、はい、でもただもう辛く食べてもらうわけはね、じゃあもうしょうがない、もうあれだ、言ってない。楽しみです。はい、エビマヨさんなので、エビをとにかく大量に。トマトクリーム、エビトマトクリームパスタということで、今回は侍特製のビマヨパスタをエビマヨさんに実食いただいて、どれぐらい体重が増えるのかという企画をやっていきたいと思います。50分5キロの食べきるみたいな、もうサブルールみたいなもんだから。あ、一応ね、なんかこうエンドレスになっちゃうし。そうっす、ね、うん、しっかりこう目標設定としてっていう形で。今回エビマヨさんの意気込みとかってありますか。せっかく吉高さんが作ってくださるんで、美味しく食べたいんですけど、後半になったら多分ガチモードになっちゃうかもしれないですね、まあ、今回の内容決まったということで、侍恒例のキーワード、うん、キーワードじゃあ向こうに向かって言ってみれば。やるのこれ。やるよ、やるよ、マジで。言ってたら誰か一回やってみたらいいよ、本当に。まあいいよ、うん、別にいいよ、別にいいよ。目見て、ちゃんと目見て。なんだこの絵は。誰か責任取れ、まず。いきます。お願いします。お願いします。レッツクック。はい、じゃあ先にパスタの食材ですね、うん、パスタ用のエビはこっちですね、はい、殻付きのエビを使います。うん、しめじとニンニクで、生クリームとバター、パスタと玉ねぎ、トマト缶とトマトソースの缶、白ワイン、粉チーズがパスタの食材かな。で、エビマヨ用の食材はこっちはむきエビと、これ彩りのほうれん草、レモンとマンゴーソース、スイートチリソース、マヨネーズと小麦粉、片栗粉、パプリカ、感じですね。はい、はい、エビは殻付きのままとりあえず使いたいので、フォークをもう切っちゃったんだけど、殻付きのまま背わたを抜くときは、うん、この背中のつなぎ目のところに用紙を刺して、うん、引くと背わたが出てくる。ちなみに吉高はエビアレルギーだ。大好きだけど食えない。こんな感じで、はい、はい、これをじゃあ全部やっていきます。はい、次野菜です。玉ねぎ、うん、はい、いきます。このチャンネルで玉ねぎ叩きてる。とにかくその包丁使いやすくてしょうがないでしょ。超切れる。自分の包丁持ってくるのやめたの。これ本当使いやすいの。俺十何年ですか、15年ぐらい使ってるかもしれない。早い。はい、しめじです。これは石突き取って、この下の、うん、
しめじはキノコ全体そうなんだけど、炒める前とかにこうやって揉んであげる、うん、揉んであげるとキノコ胞子だからさ、その胞子が潰れて香りが出やすくなる。へー、どのキノコもそう。ひき肉でですね、頭のところとケツのところ取ってましたよね。そうですね、皮むいてケツの硬いところ取って、はい、で割ってあげると中から芽が出てくるんで口当たり悪いんで取って、これもみじん切り、みじん切りにします。はい、はい、バターチキンを、バターを入れます。はい、ここにひき肉を入れます。こっちとね、ちょっと合わせていただいてですね、あのバターなのでちょっと焦げちゃうから、弱火でニンニクの香りが少し出てきたなっていうタイミングで玉ねぎすぐ入れちゃいます。ここに玉ねぎを投入します。目ポイントは少し塩入れてあげると浸透圧が変わって玉ねぎの水分が出てくる。はい、ちょっと使いにくらい、エビ投入します。エビちゃんもどん、強火で殻を焦がすイメージで、出汁を出し、エビの、なるほど、あんまいじらないかな。お、めちゃくちゃ色変わりましたね。すげえいい匂いがしてきたから、めっちゃいい匂い。この段階で一回エビを、うん、はいはい、あ、逃がします、逃がして、で、エビの頭だけ外します。頭だけちょっとこう、うん、味噌が詰まってるんで、これだけ、味噌だけちょっと焼き焦がして、はいはい、白ワインで注ぎ落とす。なるほど、本当に焦がすつもりでやって、うん、後で焦げを取って、そう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 、焦げが旨味になるから。アルコールが飛んだら、アルコールが飛んでちょっとこのエビの出汁が出たら、この頭全部も捨てちゃう。エビエキス、はい、エビエキスの抽出が完了したということなので、ここにさっきのお野菜を戻します。カゴメ基本のトマトソース、家にトマトソースがもしあるのであればトマトソースを、はい、そんな時間なかったんで時短でいきましょう。時短でいきます。またしばらくちょっと詰めます。はい、背わたをも取ってある。お、抜きエビ、ボイルじゃなくて生なんでちょっと臭いから一回洗います。お酒と、お酒と片栗粉が汚れを取ってくれる、臭みとか。片栗粉もまあ良き、これちょっと軽く揉ん で、これ一回全部流して、はい、ということで洗い終わって水気を切りました。はい、そしたら、下味をつけて軽くだけ、下味は何でつけます？お塩、お塩と、お酒ちょっとちょろっとだけで、片栗粉を取ります。全体にまぶしてかかる感じで、この片栗粉はあの味が馴染みやすくなるために、さっきの塩とか。はい、ということで今からエビマヨのソースを作っていただきます。はい、まずマヨネーズですね。エビマヨなんでマヨネーズを、うん、揚げ物に油分がない、ケチャップをちょっと、ケチャップをちょっとだけ、生クリーム、うん、スイートチリソースで、このマンゴーソース、グラニュー糖、グラニュー糖、砂糖入れます。砂糖入れるんでしょ。本当はね、練乳がいい、今日どうも言ってなかった。あらば、砂糖も多めに、レモンを最後にちょっと絞るんで、味しめるために準備だけしておきます。ここ一回混ぜます。マンゴーソースを出します。有名な中華料理屋さんがマンゴーソース入れてた、夢に。うーん、そうなんだ、すごくうざい。うーん、うぜ。最後ちょっとレモンで締めて、若干前ぐらい、はい、出来上がり。はい、で、さっきの、うん、パスタソース、パスタソースいいですね。ちょっと味を調整します。はい、塩入れて、塩と、うわ、結構ガッツリ入れるんですね。うん、でも生クリーム入れたらもうあまり沸かさない方がいいので、軽く全体なじませて温めてあげるだけかな。なるほど、ちょっと薄いんだけど、量を食べるからあんまり濃くしない方が、塩分強めにしない方がいいのかな。この後にチーズも入るから、その考えでちょっと薄めに作ります。はい、ということで油の準備が整ったということで、からエビちゃんを揚げ揚げしていく感じですね。そうです、今、あら、衣が固まってきたなぐらいのタイミングで全部パラしたら、なるほど、パスタと 1.2 キロのエビマヨちゃんがこちらでございます。
あー怖い怖い、乗っていいですか？これいいのかな、取って。あ、どうぞどうぞ。いい。さあ、エビマイさんの体重は果たして。怖いよ。いきます。はい、いざ。よいしょ。おー、あらて、今さ来た。待って、無理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 。はい、無理。はい、はい、はい。見るな見るな。総重量5キロ食べて、果たして体重がどれくらい増えるのか。では行きます。5、4、3、2、1、スタートです。タコ、いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。もうね、嬉しいですね、ここまで。やばい。いや、これはちょっと食べれる自信しかない。お。逆に僕らはあまりお邪魔しないように。はい。はい。あ、全然全然。ありがとうございます。私が好きなタイプのエビマヨです。本当ですか？うん、めっちゃ美味しいです。酸味も甘みも食べますよね。うん、味わっちゃう、飲み込み。全然喋ってください。はい、全然全然、なんか普通に喋っちゃってください。始まって大体もう10分か15分くらい経ってる、なんか今更なの。いや、もう全然、いや、なんかむしろ喋っていただいた方が。あ、全然、食べながらね。はい。俺ふと思ったことについてですか、フードファイターさんのガチチャリの時に話しかけたらダメだなって空気が正解なのかどうか未だに分かんないですね。俺は難しいね。うん、その例えば咀嚼してる時に、ただ今の時にエビマヨさんにどうですか、味美味しいですかって聞くと、いや食べてるやんってなるんですよ。それは分かるんですけど、でも変な話じゃ喋れなかったら、フードファイターさん喋らないと、あの誰も喋る人がいなくなって、だからすごいシーンとした動画になっちゃうじゃないですか。何が正解なんだろう、未だに分かった。鈴木さんはあれじゃん、あのそのチャレンジする前の顔で分かるじゃん。あ、もうスイッチ入ってる。あ、わかりました。あ、この人も喋んないタイプだって。鈴木さん、マックスさんがあれなんですか、撮影回してない、カメラ回してない時の顔で、あ、今日からしたな、あ、今日はちょっとエンタメを教えてくるなみたいなのが謎だから。あ、なるほど。そこで空気をじゃあ戻るよ。そうそうそう。で、鈴木さんのやりやすい方向に持っていこうみたいな。エビマヨさんがね、どうなの、変なことね、なんかめちゃくちゃ気使っていただいてるのはすごい感じてるんで、気使っちゃうだろうなっていうのがある。正直大丈夫ですか？うん、全然全然。なんか静かなより喋っていただいた方がなんか気が楽です。あ、本当ですか？そうだよ、本当ですかね。もっと重いです。あ、確かに確かに。うん、だってもう冷めると全然硬いでしょ。硬いです、硬いです、本当に硬い。あとなんか途中で止まります、なんか下がっちゃう。うん、何目線だって話になるかもしれないですけど、まあ、今エビマヨさんがっつり、まあ、大食い始めたのは大体半年ぐらい前だって言ってたので、 YouTube 始めたのは半年前。あ、 YouTube か。YouTube 始めたのは半年前 でガチでやり始めたのが最近。あの本当に
自分の限界までっていうのは本当に最近です。最近なんで、ある意味その、言い方をやらないときなら、新人フードファイターなのかなっていうところで、でそれで、今の食べ方とあと1年後この動画に返したときにどういう食べ方の差というか違いが出るのかっていうのすごく個人的に楽しみで、先ほど申し上げたように食べ方って人によって違うじゃないですか、食べ方というか攻略の仕方、でそれはまあ日々成長していくわけで、どういう違いだったか、だからこうしたっていうことですけど一つだけどうやっていい？本当ですよ。これ、FMI ちゃんの初めての限界を迎えさせたから、なんでちょっとまあまあ語弊あるまたこれ聞いてないですか？なんでまあまあ語弊あるもっとなんか具体的な言い方なかったあえて言い切れてみたいな。ああ、いやでも本当にそうですね。あ、そうなんですか。うんうんうん、な何をしたんですか？あの、限界チャレンジ。はいはいはい。どういう内容だったんですか？そんな公開されてないかもしれない。ああ、なるほど。でも、時間制限ありで食材指定で60分間で限界まで行ってくださいっていう、まあ、とある量か、とある量。その時ってどうだったんですか？シンプルにすごって思ったシンプルにすごいって思った。それ以上に言葉がなかったんだから。ない、すごいなぁ。まあ、食べ方とかも全部あるけど、はい、それも踏まえてすごかった。それでおしまいですね、パスタ。いや、私、思ったこと言っていいですか？はい。FMIさん、結構貴重なやつか。結構貴重なやつですよね。毎回同じぐらいのまとまりになるまで。ああ、あ、意識してた。うん、なるほど。口の中に入るのに行くの。あ、なるほどっすね。そういう性格なのかな。え、鬼ほど A 型なのかな。作戦か。うん、いや、めちゃくちゃ B 型です。あ、めちゃくちゃ B 型なんですよ。うん、
飲食で大丈夫ですか。あ、はい。ピッピッ。はい。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい。すごい。ちなみにどうですか今緊張というか。あ、全然大丈夫です。どうして実際50分チャレンジやっていただいて。あ、もうなんか何分の時だったかな、多分20分経ったあたりが一番きつくって全然なんか落ちなかったんですけど、今全然楽です。はい、はい、では世界中の男性が待ちに待ちたもんだ運命の星だと思います。行きましょう。やばいな絶対。いやー怖いなー人生で一番最大の時かもしれないです。いや本当に。お、結論、確かに増えとる。少なくとも5キロ以上増えてます。え、ちょっとお水の量はじゃあ後で計算してみましょうか。あ、300cc ぐらいだ。あ、やったらそうやわ。すごいじゃないですか。わーやばい。記念するんだ。記念する。ぴったり増えてますね。ぴったりでしたね。これ企画のうちこれなんすか。人間ってすげえ。検証結果無事検証が終わりました。お疲れ様でした。でいうことで、まあ、まさかの検証結果にはなったんですけれども、そもそも完食したことがやっぱり5キロ50分。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。難しいと言われるパスタでね、うん、しっかりパスタ入った後ほぼ同じ一定のリズムでエビマヨも完食されて、どうまだ余裕あるの。まだ大丈夫です。マジで全然今走れます。走んな走んな。もしね、良ければね、もう一回ね、うん、どっかで、もしよろしければまたあの別の食材だったりとか別の、まあ環境でやらせていただければ幸いでございます。他のスマイルの動画でもぜひコラボしていただいて見せないでいただければ。今度鈴木さんに同じメニューを作ってみる。いいっすね。 1.5倍、 7.5 キロぐらいで。おお、じゃあいろいろまたやらせていただければと思います、うん、今回は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。